ございます、多数の皆さん方にこんなに朝早くからお集まりいただき誠にありがとうございます、私はなんか肩の荷が下りたような感じがいたしましてつい、気が緩んだせいか、ずっと風邪をひきっぱなしそして 毎日今1週間連続で、宇都宮とか栃木で忘年会ばっかりやってるもんですから少々ボケてるとこがあるかも分かりませんが、今日はこの会食しということで、気を引き締めてまたこの選挙に臨む、一番大事な時期でもありますので皆さん方に、お礼を兼ねましてご挨拶申し上げて、私は5期20年という本当に長い間、皆さん方のご支援をいただきまして、まちづくりに当たりました、5期20年というのは県下の中で私と大田原の市長さんと2人だけということがありまして大変私も、私の反対野党の議員の落合議員さんのプロインターネットを見るといつも私が最高齢の年齢でもう、万年に化してんじゃないかとよくお叱りを受けてることも多いわけでありますが、まあ、今回私も皆さん方に大変こうご支援をいただいて町づくりを進めてきたわけですがやっぱりこういう政権の交代があったとかそれから皆さん方にも20年という長い間お世話になったということを考えて私の町づくりも少々惰性気味になるんじゃないかという心配もありましてここで心機一転新しい方に選挙に臨んでいただいて町づくりを担当していただくというのはやっぱり本庁のこれからの発展を考えたら大事なことじゃないかということがありまして私もかなり早くから交代をしたいということを申し上げておりました、実は6月の町の議会では、野党議員から質問がありましたのでその際に、部長会議で会議をしたところ皆さん何とか続けてほしいっていうような意向があって私はしょうもないんで死ぬまでやりますとこう言ったわけですだけど私はその時にもう腹が埋まっていたもんですからその際にガラシャ夫人という皆さんよくご存知の細川さんの奥さんで亡くなる時の辞世録がありまして世の中に散るべき時知りてこそ世の中 の花は花なれ、花も花なれ、人は人も人なれ、花も花なれという、まあ、要するに自制の句がありまして、それは自分のもう世の中を去るというようなことを、言ってる言葉を後で言ったんですが、前段の方が死ぬまでやるっていうのがもういろんなところで PR されてしまってやめないでくれっていう声が多くて後で私が引退表明しても秘書室に、いろんな方が来られて共産党の方々もやめないでくれっていう話がありました、どうもそういうのがどうも悪いあれをしたみたいなんですが、実は12月の議会に正式に引退を表明させていただきました、その時も城山三郎さんの言葉を政治家の心構えを話ししながらやっぱり、やるべきとやらなくちゃいけないと自分で思ってたことをやったというそういう思いになった時にはもう当然身を引くべきだということが城山三郎さんの言葉なもんですがそのことを申し上げて議会 で私のしがらみは全く持たないでですねぜひやっていただきたいことを申し上げて後援会の方で小菅和也さんを後継者ということで、はい、で本来であれば私が後援会長にならないんですが、私の後援会長は小山さんだった。ですから小山さんが当然後援会長をやっていただくわけですが、まあ、例のようなことがありまして、まあ、私も最後 の仕事をやろうということで今度後援会長という役職を大変大役なんですがやらせていただいて皆さん方になんとかご支援をいただいてこの私の後をですね引き継いでいただくということをぜひ皆さん方にもお願いをしたい。役場の職員一人としてですね大変悪いんですけども関心を持ってますからどうなるか役場の職員がまず望む人をまず選んでいただきたい。あんまりここで悪口言っちゃうわけです。望む人を選んでいただきたい。一番よく分かってるわけですからぜひ皆さん方にも役場の職員が落胆をするようなねがっくりして仕事をもうやりたくなるなんていうことがないようなですねそういう人材をぜひ皆さん方にも選択をしていただきたい。そういう意味でぜひ小菅さんのような若いこれから情熱を持って新しい観点で、皆さんと一緒にこの職員と一緒に手を携えてですね町づくりができるような人をぜひ今度応援していただきたい。ただし今までいろんな情報を私のところに飲みつけですからいろんな人に私にいろんなことを教えてくる。今の現状はどうだ、ひどい人は7、3、それから普通で4、6、4だってこういうの
これはしょうがないんですね。私と一緒に選挙をやって6000票も取った方ですから、大変これは厳しいわけですから、これからがスタートです。ぜひ今日一日この機会をですね、皆さん方にも各個皆さんのお話を聞いていただいて、皆さんがそれぞれいろんなところで手を伸ばしていただいて、少しでも票を取っていただいて、そして当選をさせていただくということに絶大なご支援いただければ大変ありがたい。私も安心してですね、政界から、政治の世界から足を洗いたいものですから、ぜひそういうことをお願いをして、私の挨拶にさせていただきます。よろしくお願いします。